京都出身ウィザードキックボクシングジム20歳のダイナ、赤コーナー赤いグローブです。これがプロ11戦目。それに対してこちら名門 K1 ジム三軒茶屋シルバーウルフから北九州市出身18歳、長野かける、プロ4戦目、負けがありません。自分でね話してください。さあこの戦いも1試合目が石川さんだいぶインパクトがありましたから期待できる顔合わせになりましたね、2人とも。そうですね、はい、そうですね、前回の、ね、トーナメントでダイナ選手は、ね、その準決勝1試合目なんでね、どうぞ秒殺32秒っていうね、はい、KO でしたからね、そういう勢いを今回も見せてくれるか、それともね長野選手がね、はい、長野選手自身の勢いでこの試合をワンクラスを起こすか、はい、非常に注目ですね。もうダイナ選手がこれのっけから森坂選手、はい、プレッシャーかけていこうというの見えませんか。そうですね、やっぱり僕はバンダイナ選手距離取っても戦うことできるし、はい、近い距離でも戦うことできますし、すごい万能な選手だと思ってて、はい、ウィザードの選手はみんなそうだと思うんですけど、まあ、やっぱり会見の時から一番オーラを感じてましたね、ダイナ選手は。まあ、これ相手にらめつける表情などもこう魅力ある、もう溢れているファイターですよね。そうですね、ただ長野選手、はい、すごいなんていうんですかね、内気な感じに会見では見えたんですけど、この入場になった瞬間、まあ、リング入った瞬間からこのスイッチ入っちゃう感じがいいなと思いましたね。そうですね、いいわと思いました。ギャップありますよね。はい、ちょっと見方が変わりましたね、僕。はい、長野選手はやっぱり北九州出身、修羅の国出身なんでね、はは、やっぱりこう、ね、ここローブロ、はい、どうぞ福島さん、ネオヤンキー感はあると思います、はい、そうですか、はい、今座ってるポーズありましたね、偶然ですけれども、はいはい、まあ、長野選手はこれ今ローブローダメージ回復の時間を与えられます。やっぱこの前に森坂選手、うん、はい、前回のトーナメント32秒で KO した天馬選手を KO した三日月蹴りもダイナはありましたね。そうですね、まあ、あれはサウスポーに対しての溝を狙っての三日月でしたかね、はい、ナイスでしたね、本当に。そうですね、まあ、石川さん、今回に向けてダイナ選手はタイのロンポージムでもトレーニングしてきたということですよね。そうですね、まあ、とにかくね、今自分に欠けているものというかね、はい、欠けているものというよりも自分を高めるためにね、はい、まあ、いろんなアグレッシブにいろんなことをしてるんだなっていうのが、リザードが火がついた。そうですね、ハーフキックお互い標準装備、トーンとリードジャブ、ちょっとカーフ、はい、カーフいいですね、ダイナ選手、まあ、どっちもカーフ蹴ってるんですけど、はい、結構長野選手パワーありそうですね、一発が。そうですね、まあ、それから福島さん、はい、長野選手は当て感も自分すごいんだよっていうコメントもありましたから、2人ともそうです、本当に楽しみですね。そうですね、なんか精神的に長野選手めちゃくちゃ落ち着いてるんですよ。わかりますか、ツイッターとかの、はい、ツイートが、はい、気づかないことが幸せって投稿してるんですよ、18でですよ、びっくりですね、気づかないことが幸せっていう、そこに到達するまで40年、はい、50年かかる人ももちろんいますもんね。そうですね、精神的に大人ですね。そうですね、まあ、対してダイナは20歳です。このリードジャブ、まず石川さん、いいですね、非常にいいですね、はい、で本当にお互い、カーフも走ってるし、お互いの良さ、長野選手はですね、いい意味で怖いもの知らず、はい、っていうところが完全に自分の強みになってますよね、はいはいはい、ね、森田選手みたいに記者会見の時 も本当に気軽にフラッと来た、はい、ちょっと記者会見に来たぐらいの感じだったんですけどね、いやすごいですね、リング入った瞬間違うなと思って、面白い選手だなって、まあ、そこ一つ才能ですよね、まあ、先輩には金子明弘選手、金選手、菅原美優選手もいます。まあ、そこからの帝王が9、当然という長野、残り15秒、カーフキックはダイナー、やっぱカーフどっちもお二人とも蹴ってますけど、ちょっと長野選手の方がやっぱ一発あんのかなって思いますね。そうですか、その下の蹴りに関してですか、それとも全体、まあ、全体的にですね、はい、ここで第1ラウンド終了です。さあ森坂選手、はい、これちょっと引き続き伺いましょう、そこ面白いですね、はい、一発の強さっていう点。そうですね、やっぱテクニックはなんかお二人ともあると思うんですけど、なんかそのパワーはやっぱり、長野選手の方が上回ってるのかなっていうのと、ちょっとカーフの音が違いましたね、なんかそのタイミングとかもすごい、長野選手のカーフの時の方が、はい、ダイナ選手すごい嫌がってる感じというかバランス崩してたんで、まあ、ちょっとあれ後でパンチとか踏ん張れなくなってくると響く、はい、まあ、響いていくんじゃないかなっていう感じがしましたね。
これ音の質で言ったらどんな感じなんですか、長野選手って。なんかバチンじゃなくてドシーンって感じでしたね。なんとなくそのドシーンってきた方がやっぱ痺れる痛さがあるんで、はい、あの痛いっていうよりカーフって力が抜ける嫌な感じなんですよね、はい、それでこう力が入んなくなってダウン取られちゃうとか、まあ、パンチにこう力が入んなくなるとかっていうのが出てきちゃうんじゃないかなって思いますね、はい、ちょっとカットしないとダメですね、横にスネを向けて、はい、うん、福島さん、今チャンピオンのお話をチャンピオンの方見てずっと聞いてましたね。いや初めての解説聞いてめちゃくちゃうまいからびっくりしてますいやいやいや、はい、まあ、本当にクラッシュファイターは石川さん、まあ、歴代考えて戦う力もなければっていうこともいつもお話しされてますもんね。そうですね、まさに森坂選手はそうですね、あの、まあ、キャリア浅い頃からですね、はい、着実に、フィジカル体重パワーつけながら、本当に頭を使ってこの K1 グループで頂点を取っているということが、今僕もね隣のお話を聞きながら非常に腑に落ちてますね、はい、ありがとうございます。ダイナと長野の戦略っていうのも石川さんいろいろ見えてきますね。そうですね、はい、確かにあの、長野選手の一発のパワーはありますよね、はい、ただダイナ選手もそれはしっかり分かっているので、はい、打ち合いにはいかないようにうまく自分のフットワーク、はい、スピードリーチを生かしながら戦ってますよね。そうですね、やっぱダイナ選手が距離を詰めようとしている気はするんですけど、長野選手は誘ってるのかなと思うんですよね、はい、そのやっぱ当て感があるとおっしゃってましたけど、はい、多分本当にあるんだろうなと思って、まあ、その来たところで狙ってるんだろうなっていうのが僕には見えますね、はい、まあ、自分の距離になってくればというふうに長野が今測っているかどうか、福島さん、そういう目で見るとまた面白いですね。そうですよ、あのカーフ、あのカーフがすげえの入りましたね、いやちょっとね、はい、踏ん張れなくなってきますよ、あれ受けてると、うん、これが予言となるか。まあでもダイナは福島選手、福島さん、はい、もう優勝候補の一人ですもんね。そうですね、やっぱダイナ選手、僕あのいろいろ皆さんのプチ情報をお伝えしようと思って、はい、ぜひぜひ、はい、ダイナ選手やっぱオレンジカラーじゃないですか、はい、でもあの成人式のスーツは茶色でした、はい、そうですかオレンジに近い茶色だったりはしなかったですね。そうですか、まあ、そこはしっかり TPO ってことなのかもしれませんが、はい、今組み付きにはコート注意1、ダイナからカーフキック、これ長野が森坂選手、はい、どれだけカーフキックを効かされてるかっていう方も気になりますよね。いや、まあ、ちょっと色的に赤くなってるんで、まあ、どっちも入ってるとは思うんですけど、長野選手の方が多分カットできてるかなと思いますね、はい、そうですか、そのかわし方がいろいろあるんですけど、はい、なんかその足を浮かしてかわしたりとか、はい、まあ、横に砂を向けてかわしたりとかどっちもやってたんで、結構対策してるんだろうなっていうのが、おっと、でもちょっと今ジャブが顔面、うん、捉えてますね。そうですね、まあ、それに対して石川さん、しきりにこうダイナ選手がこう足の位置変えたり、はい、いろいろ工夫してますよね。そうですね、捉えさせないように、やっぱ同じ場所にいるとそのパンチパワーありますからね、はい、左空振り、その後当て感があるから、うん、入り際とか離れ際のスマッシュっぽいフックとか、はい、そういうのが長野選手中の得意なんで、その右それを被弾するような場所、ポジショニングをしないように、はい、そこダイナ選手はまず勝つ自分の、はい、攻撃が当たるように動き、ここ近い、突き放しての攻撃連ねるか、あと2秒、うん、ここで第2ラウンド終了。いやいい試合ですね。いやそうですね、福島さん、はい、どんな風に捉えてらっしゃるんですか。やっぱりその僕やっぱり技術的には何も言えないので、お二人のこの時間があったら、はい、プチ情報をいろいろ調べてきたんで、いろいろ持ってますんで、技術面は本当森坂さんと直樹さんに聞いていただければなと思っております。ここはリクエストってことで、はい、森坂チャンピオン、はい、どうでしたか第2ラウンドは。いやーなんかそんなに差はなかったかなと思いますけど、はい、うん、やっぱりそのパワーで上回ってるのは長野選手、はい、で、まあ、でもダイナ選手は距離取った方がいいと思うんですけどね、僕的には。うん、距離詰めちゃうと長野選手がこう狙ってるものが、はい、うん、当たっちゃった時危ないんじゃないかなと思ったりとか。もうその時は遅いっていう状態になりかねない。そうですね、結構、はい、打ち合いになるとやっぱりフィジカル的にどうだろうなと思っちゃいますけど、まあ、距離取って戦って足使った方がダイナ選手はいいのかなと僕は思いましたね。さあセコンドアウトの声がかかっています。うわこれ早く戦わせろという表情に見えます、まあ、菅原美優先輩からも送り出されました、まあ、対してはトーマ選手セコンドについている赤コーナーダイナサイドです。
石川さん、最終ラウンドになりましたね。いやもう本当に甲乙つきがたい展開ですよ ね、はい、まあ、とにかくお互いのメンタルの太さが、僕はもうこの試合が全くシーソー動かない状態なのかなと思ってますよね。とにかく、全く臆することなく攻め続ける長野選手、あとこのダイナ選手はですね、長野選手にちょっと自分の思いようと思った通りの試合展開をさせてもらえない、この長野選手の強さ、だけどそこで全く焦らないですよ、ダイナ選手は。おそらくね、攻撃のダメージというか痛みはあるかもしれないんですけど、全く見せないダイナ選手の心の強さに、僕は2人に僕は痺れてます、はい、いや今もこれ森サッカー選手、ちょっと動き面白いですね、2人とも。そうですね、ストレートから、まあ、共にステップ、ダイナ選手は蹴りかな、はい、ダイナ選手がパンチかなっていう感じです。まあ、ダイナ選手もパンチ出してるんですけど、はい、ダイナのパンチ近い距離だとちょっと長野選手の方が、分があるんじゃないかなと思いますね。だいたい色がちゃんとこの試合見えてきましたね。そうですね、はい、ここ抱え上げて倒してしまいましたダイナ。こう見ると結構フィジカルは強そうですね、ダイナ選手。そうですね、まあ、タイでの修行も経てまいりました。前回はファイナルが大久保類戦、あ、体感強いな、あの悔しさもう絶対に忘れないとダイナ、今みたいなところですね、インサイドワークですよね、はい、まあ、対して長野、これちょっと横蹴り気味にボディに放っていきます。結構まあ上半身見る限り長野選手の方が全然大きいように見えるんですけど、確かに結構やっぱその見た目では分かんないですけど、体幹の強さがダイナ選手はそうですねあるなっていう、これ結構あの体幹って僕大事だと思ってて、はい、おお近い距離で吹く、はい、打ち合いですね、お互いそうですね、うわ、いやここ山と見たのか、赤いグローブダイナ、青いグローブ長野、今の部分ハイライトになりそうですね、初めてこの3ラウンド中で、はい、攻撃がまとめてくるクリーンヒットというか、はい、いい感じで当たりましたね、ダイナ選手は、はい、あと50秒あります。あのこう打ち合いの時こそ体幹が相手強いなと思うとメンタル的にきついんですよ、はい、なんであの結構、はい、まあ、やってる者同士しか分かんない気持ちなんですけど、ね、うわー長野強いですね、相手の体幹が思った以上に自分より強いなと思っちゃうと、はい、パンチが出せなくなったりとか精神的な面で結構やられてしまうんで、まあ、そこには今ダイナが必死に拳打ち込もうとしていますが、タイムストップです。あ、残り今場内の時計は26秒です。お、長野選手、まあ、どうしても石川さんこういうことになってしまいますけど、そうですね、はい、それがやっぱりその、際の部分の体幹の強さとか、はい、そういう部分で、ダイナ選手、いいですね、こういうところもコントロールできてますよね、はいはい、今ちょっとねダイナ選手にポイントというかは傾きかけてるかなっていうふうには見えますね。残り10秒切りました。カーフキックダイナ、長野も毎試合ダウンを奪っています。ここまで3試合、それに残された時間はわずかでした。ここでタイムアップ、すっごい難しいと思うんですけど、でもやっぱ3ラウンドはダイナ選手の見せ方のうまさが見えたかなと思いましたね。ダメージはそうですね、あのないかもしれない、クリーンヒット数っていうところで見ると、はい、ダイナ選手有利かなと、中野選手ちょっと左足引きずってましたよね。そうですね、うん、カーフ効いてますかね。ジャッジ発表です。ジャッジ岡田30対29、赤ダイナ、赤ダイナ30対29、さあ2人目30対29、赤ダイナ、ダイナです。30対28、赤ダイナ、三者とも30対29の3対0、しかし喜びの表情は一切ありません。決勝進出、大鹿陶器との対戦が決まりました。ダイナ、あー、大鹿見ています。さあ福島さん、はい、これ今どんな思い残ってますか。やっぱこれなんか最後やっぱテクニックで勝ったなっていう感じがしましたね、試合巧者というか、はい、はい、見事にその突進力、体幹の強さしのぎ切って、うん、ダイナが勝っています。予想通りですね、足元のダメージどうか、ダイナ、長野選手強かったですね、非常に、ね、プロ初黒星は喫しましたが、うん、長野×皆さん、さらに名前覚えてください。いやこれから期待ですね。